さあ、ご飯できたわよ。いただきます。うわ、嫌いな野菜がいっぱいある。キョロキョロ、あの床下いいな。ぽいぽいぽい。ごちそうさま。あー、なんかお腹減ったからこれ食べよう。次の日、今日は栄養たっぷりカレーよ。いただきます。うわ、嫌いな野菜がたっぷりだ。キョロキョロ、ぽいぽいぽい。ごちそうさま。部屋に戻って代わりにこれ食べよう。たけし君は毎日ご飯を床下に捨てて、代わりにお菓子や菓子パンばかり食べていました。最近あの子なんか太ってきたわね。栄養バランスを考えた食事を出してるのにおかしいわ。くんくん、なんか匂うわね。え、ここの床下からかしら。うわっ、ギャー。ただいま。お母さん。あれ、お母さんいない。お菓子でも食べよう。え、何？ここから？開けてみよう。料理の恨み、恨みしいや。チョコレートおじさん。チョコレート欲しい人。はいはいはい。今日もチョコレートおじさん来てくれたね。チョコレートおじさんって何者なんだろうね。チョコレートが大好きな普通のおじさんじゃない？チョコレートおじさんのチョコレートって美味しいけど不思議な味だよな。わかるわかる。味わったことのない旨味と香りがするんだよね。それがまた癖になるよね。公園にふらっとやってきて、子供たちにチョコレートを配るチョコレートおじさんと呼ばれる人がいました。お母さん、お母さん、今日もチョコレートおじさん来たよ。だから知らない人に物をもらっちゃダメって言ったじゃない。でもチョコレートおじさんのチョコレート最高に美味しいんだよ。ダメよ。そんなことよりお友達の A 君が家に帰ってないって聞いたけど、あんた知ってる？知らねえ。次の日、チョコレート欲しい人。はいはいはいはーい。あれ、君はいらないのかい？うん、チョコレートが嫌いなのかな。うん、チョコレート大好き。でもお母さんに知らない人に物をもらっちゃダメって言われてるんだ。そっか、それじゃあ自分で作るのはどうだい？自分で作る？そうだよ。おじさんがチョコレートの作り方を特別に君にだけ教えてあげるよ。本当？さあ、車に乗って。男の子はチョコレートおじさんについて行ってしまいました。さあ、着いたよ。ここ？さあ、こっちだよ。おじさん、僕帰りたい。おじさん、ねえおじさん。この扉の向こう側だよ。お友達もいるよ。友達？助けて。え、A 君。そこには行方不明になっている友達の A 君が便器の上に座っていました。彼にも協力してもらって美味しいチョコレートを作っているんだ。おじさんのチョコレートは消化の良い子供じゃないと作れないんだ。さあ、美味しいチョコレートの作り方を教えてあげるから、君もそこに座りなさい。味わったことのない旨味と香りがするんだよね。まずは普通のチョコレートたっぷりお食べ。いたずら少年。お寿司美味しいね。そうだ、いたずらしてみんなを笑わせよう。俺、誰もできない面白いことできるぜ。キョロキョロ、他のお客さんが頼んだわさび抜きサーモンにたっぷりわさびをつけて、いってらっしゃい。
今度はみんなが使う醤油をペロペロペロマグロのマグロだけ食べていってらっしゃいこのたけしくんのいたずら行為は SNS で世界中に拡散されてしまいました。申し訳ございません。お父さんがたけしの代わりにおまわりさんに捕まったわ。どうしましょう、どうしましょう。損害賠償を請求いたします。お金がいくらあっても足りないわ。お金に困ってるなら体で払いませんか。たけしー、穴くそ食べる少年。ほじほじパク。こらたけし、今穴くそ食べたでしょ。穴くそはバイキンだらけなのよ、食べちゃダメ。はーい。次の日、理科の時間です。それでは顕微鏡でいろんなものを調べてみましょう。はーい。あ、そうだ、穴くそ顕微鏡で調べてみよう。うわ、気持ち悪い。おえ、穴くそってあんななんだ。もう絶対食べんのやめよう。ねえねえたけしくん、今度一緒に遊ばない？え、デートのお誘い？クラスで一番人気の A 子が？でもなんで俺？だってたけしくんと私気が合いそうなんだもの。そうだっけ。まあいいや、楽しみ。デート当日、たけしくんお弁当作ってきたよ。俺のために？絶対喜んでくれると思うの。 A 子めちゃくちゃ俺に惚れてんじゃん。ありがとう、いただきます。バカ。え、なんだこれ。遠慮なく食べて、たけしくんも大好きなの知ってるんだ。はなくそ。バク。コオロギ少年知ってるか。コオロギを食べるコオロギ食っていうのが流行るらしいぜ。マジで？あ、コオロギいた、捕まえて。よしお、食べてみろよ。え、たけしやめろ。お腹が痛い痛い痛い。よしおくんはアレルギーでコオロギが食べられない体でした。よしお、ごめんよ。たけし、え、よしお、アプリの情報はホームページにあるねばよー。